商工学院高等学校は福島県伊達市にあるキリスト主義の私立高等学校。神奈川県横浜市に所在する商工学院中学校、高等学校、静岡県静岡市に所在する静岡商工学院中学校、高等学校、山口県光市に所在する商工高等学校とは人的、資本的関係が一切ない。私立高校としては 福島県で最北端にある。1962年に商工学院工業高等学校として創立。1977年に商工学院高等学校と改称する。商工は、マタイによる福音書第5章14節のあなた方は世の光であるに由来する。神と共に働く人に、お高君に掲げ、キリスト教主義に基づく教育を行う。 また、8 3マインドの精神を教育理念として掲げる。これは、人生のうちの高校3年間を大切にするという、本校独自の理念である。4年生大学への進学を目指す、普通科と卒業生の就職率が高い工業系学科がある。また、運動部を中心とした部活動にも力を入れている。2010年3月に完成した学生寮は、 校舎から徒歩5分、100人の収容規模で約400平方メートルのトレーニング場も併設されている。公式野球部は斎藤智也監督のもと、選抜高等学校野球大会に5回、全国高等学校野球選手権大会に16回出場している。どちらの出場回数も福島県勢最多である。夏の甲子園初出場は2001年。 夏の甲子園では2008年、2010年、2014年、2016年の4度、ベスト8に進出している。また、選抜でも2013年にベスト8に進出している。国民体育大会にも平成19.2022.2628年と出場しており、平成19.2226年にはベスト8、平成28年には ベスト4まで勝ち上がった。2008年の第90回全国高等学校野球選手権、記念福島大会の2回戦から2013年の周期高校野球福島大会の準々決勝まで、福島県内公式戦95連勝を記録した。夏の選手権福島大会は2007年から2019年まで、地方大会としては戦後最長となる十三連覇だったが、 中止を挟んだ2021年の第103回の福島大会の準々決勝で、光南戦で1から5で敗れ、連続出場が13で止まった。学校の教科指定部のサッカー日も2001年にインターハイに初出場、2012年には高校サッカー選手権大会に初出場した。かつては元 J リーガーのスキガラマサヒロが監督を務めていた。年度からは、 同校出身の元 J リーガーモテギヒロトをコーチに招聘し、同年の選手権県大会で決勝に進出した。2018年ラグビー、花園大会に初出場。ありがとうございます。